六代目、神田白山は、日本の講談師。日本講談協会及び、落語芸術協会所属。全名は、神田松之丞。本名は、古立克彦。二千二十年二月十一日をもって、講談の大名跡である、神田白山を六代目として襲名。二つ目時代から、独演会では、定員数百人の会場を満員にするなど、新進気鋭の講談師として、 注目を浴びている。なお、六代目白山は、自身の真打ち昇進及び襲名に伴って、高段階の名跡である桃川女燕、神田五山桃川三縁桃川燕玉、桃川京玉,玉、柴田南玉、桃川燕国、神田松山、神田白鯉を預かっていることを報告している。主な持ちネタは、以下の通り、 講談絵本シリーズ解説荒川中太夫2016年10月14日渋谷落語収録店名白波伝金棒おてつ2017年2月11日渋谷落語収録店名白波伝から首なし事件2016年10月16日渋谷落語収録松野城一人語り2017年5月15日ソニーミュージック乃木坂スタジオ収録系安泰兵器 宇都宮峠2016年9月20日、東京芸術劇場シアターウエスト収録、松野城 CD 解説2017年5月26日、中野ゼロ商法ーール本公演前に収録、慶安平安太平記箱根の惨劇2016年9月20日、東京芸術劇場シアターウエスト収録、村井長安、天夜の裏田んぼ2017年3月2日、 日本橋社会教育会館収録ザメ公爵2019年11月8日、神奈川県民ホール収録塩止めのしじみ売り2019年11月8日、神奈川県民ホール収録、小畑小平寺2018年7月26日、白品館劇場収録、松野城 CD 解説2019年11月16日、奈良市の文化ホール収録。ありがとうございます。